はい、こんにちは、佐大臣、三永です。今朝も暗いうちから両安寺で発声練習をしてきました。池のほとりにある本堂で朝のお勤めをしているんですが、その本堂の戸が今朝は開いていて、一本だけ立ててあるろうそくの明かりが赤々と輝いて見えました。池の反対側からもよーく見えました。ろうそくの明かりは遠くからもよく見えますね。 真っ暗闇の中なら2、3キロ先からも見えるんじゃないかと思いました。本日は日々の記録をつけようという話をします。日々の暮らしのちょっとしたことでいいから、毎日一言でいいから、記録を取ろうよという話です。日記となると身構えてしまって続かないので、1日1行のメモでいいです。ツイッターやブログに書いてもいいと思います。積み重なっていくと、後で読み返した時に思い出になるし、 記憶や知識考え方の整理にもなります私は大学を中退して長らくフリーターやってました。日雇いのバイトであちこちの現場に行ったんですよ。ああ、つまんない仕事だな早くこの生活から抜け出したいなと、毎日うんざりしながら働いていました。しかし今思うと、毎日どこの現場に行ったか、その記録だけでも取っておけばよかったです。 東京を中心に埼玉、千葉のあちこちの現場に行きましたからね。今日は新木場で冷凍食品の煮卸しをしたとか、昼に天ぷら定食を食べたとか、それだけでも後で思い出すよすがになったと思います。それに考えてみると、決して嫌なことばかりでもなかったのですよ。冬の凍てつくような夜に国道で交通誘導をやって、嫌だなぁ、早く帰りたいなぁ、うんざりしながら突っ立っていて、 ようやく深夜の休憩時間になったと思ったら、監督さんがこっち来て、寒い中よく頑張ってくれてるね。あったかいコーヒーでも飲んでよ。なんて言って差し入れをしてくださったのなんか、何十年経っても忘れられないですね。あるいは工事現場って、朝礼の時、作業員がずらっと並んで、ラジオ体操をするんですよ。それで、前の人の肩を一斉に揉んで、それから一斉に振り返って、後ろの人の肩を揉むわけです。 そして体操の一環でぴょんぴょんとその場でジャンプすると腰に巻いた安全帯がガチャ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 と音を立てる。ああいうのはなんとなく楽しかったですね。あるいは監督さんがなんだよ使えねえなーしっかりやれよとかチクチク嫌味を言ってくる。それも私一人に言うんじゃなくてスタッフ全員に何かと嫌味を言っているのです。嫌だなこの人性格悪いなと思って 次の日、同じ現場に行ってみたら、いや、俺、昨日はさ、家で嫌なことあってイライラしてたんだよね。なんか君たちに当たっちゃって、ほんとごめんと謝ってきたのは気持ちが良かったですね。真の聖者というものは、寺にも教会にもいない、孔子現場にこそいるものだと実感しました。ながらえば、またこの頃や忍ばれん。牛とみしよそ、今は小意識。 当時辛いと思ったことが今は恋しい思い出となっているとそういうこともあるでしょうからね自分では何でもないと思っている淡々とした日常がむしろ嫌だなあうんざりだなあという辛い時期でさえ辛い時期だからこそ後から思い出して愛おしく思えるそういうこともあるでしょう私は今毎日「源氏物語」の現代語訳を作っています業務として毎日淡々とやっています 例えばこういうことも毎日喋ったらいいんじゃないかなと。ほとんどの人が興味を持たなくても、自己満足が一番大切ですからね。自分にとっての知識の整理、考えの整理という意味で、記録を残すということですよ。どうも私は今まで日々の業務について話すのは、話が専門的になりすぎたり、誰も興味持たないだろうなと考えて躊躇していたんですが、まあいいやと。 別に人のために喋ってるわけではないですからね。あくまでも自分のためが第一であって、自分にとっての知識の整理、自分にとっての考えの整理、思考の整理、これを第一として喋っていこうと。そう考えて、最近は日々の業務内容についてもちょくちょく喋っております。皆様も毎日のお仕事や生活上のことを、毎日一言ずつでも記録に残したり、喋ったりしてみると、 面白い積み重ねになると思います。また記録を取った方がいい理由は他にもあります。それは歴史というものがあまりにも簡単に失われるから。歴史というものがあまりにも簡単に失われるからです。例えばコロナ禍に入ってあっという間に4年が経ちますが、この4年間何をやってきたか、どこに行ったか、パッと思い出せるでしょうか。私はね、 びっくりするくらい記憶が曖昧です。2019年の秋頃、2020年の春頃、何やっていたのか、さっぱりわからないです。国や民族の歴史ですら、5年、10年すれば、簡単に失われていきます。個人の歴史なら、なおさらです。歴史とは、残そうという意識的な努力がなければ、簡単に失われてしまうものです。歴史とは、 残そうという意識的な努力がなければ簡単に失われてしまうものです。だから毎日行っている業務とか生活上の何でもないことでもむしろ何でもないことだからこそ記録をつけましょうという話でした。ながらえばまたこの頃や忍ばれ。 牛とみしおぞ、今は恋しき。牛とみしおぞ、今は恋しき。発売中です。百人一首、全種、全歌人、徹底解説、オンライン版。百人一首のすべての歌、すべての歌人について、 歌の内容、歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景など、詳しく解説した解説音声とテキストです。単に歌を覚えるということを超えて、深く立体的な知識が身につきます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。近日発売です。iOS、Windows 用アプリ、解説古事記1話2分。古事記日本神話全編を1話2分程度で解説した iOS 用、Windows 用アプリです。 古事記全編を通して語っているので部分的な切り抜きにならず古事記の全体像を知ることができます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も佐大臣三長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。